皆さんおはようございます。マーティン。では、飲み屋空母へ、キングトクです。意外と知らない本の歴史。もう中には2000ページのものがいっぱいあってね。はい。5000年は長いもんでございますね。はい。今から何年前だろう。はい。文明が起きた時から始まって、本はもう草から最初作られたそうで、いろいろ、丁寧、手間暇かけて作ったそうでございます。死者の書と呼ばれてるそうです。粘土で本も作られてる場合も、漢字とかいろいろ表現してますね。いろいろ絵文字で、はい。こういういろいろな本もあって、あと川に書かれた本も驚きですね。はい。これいいもんですね。木の葉でも本も読めますね、実は。木の札でも、はい。驚き、はい。紙が誕生したのはね、121年かな？だいたい時間がかかって1500年もかかってるそうで、本当に歴史的ですね。まあ、工場がまだない時代ですね、あまり。はい。いや、大変なものですね。印刷が誕生して本当に大変。ハンコ、脚本、型を使っていろいろですね。はい。手間暇かけて作られました。はい。いいもんですね。はい。というわけで、意外と知らない本の歴史でした。バイバイ。